ハイログマとホッキョクグマの雑種は自然界に生息するクマ科の雑種動物である。2006年、カナダの北極圏で発見された奇妙な外見のクマの DNA 鑑定によってこの雑種が自然界に見られることが裏付けられた。それより以前にもこの雑種は動物園で生まれていたが自然界においては存在しない生物ではないかと考えられていた。 北極グマとヒグマの交雑種蒸気の DNA 鑑定により確定した一件の例とその他のそれらしき目撃例から動物学者たちは野生の交雑種がいかにして誕生したのかについて仮説を立てた。二つの種は遺伝的に近く縄張りも共有しているがお互いを避ける傾向がある。またお互いに占める生態的地位も異なる。グリズリーは 陸上で生活、繁殖する傾向がある。一方、北極グマは水中や氷上で生活し、繁殖も氷上で行う。一説によれば、地球温暖化により氷が薄くなり、北極グマが彼らの元の生息域で狩りをすることができなくなったのではないかと言われている。彼らが内陸に入り込んできたために、雑種の生まれる頻度が高くなったのである。 1864年に発見されたクリーム色の巨大グマ、マクファーレンズベアの標本が示すように、ハイログマと北極グマの雑種は今までにも時折出現していたようである。2006年4月16日、アイダホ州からやってきたハンターのジム・マーテルは、北米カナダのバンクス諸島のサックスハーバーで、ハイログマと北極グマの雑種を狙撃した。 マーテルは5万ドルを支払い正式な許可証を持って、北極グマの狩りをしているところであり、その動物についても、北極グマのつもりで射殺したのだった。この生物は、北極グマに、特徴的な白っぽい、クリーム色の薄い毛皮と長い爪、丸く盛り上がった背中と彫りの浅い顔を持ちながら、目の周り、背中と足には、灰色グマの毛色である、茶色い反紋が見られ、 当局は関心を持った。もしこのクマがグリズリーであると判断されれば、マーテルは1000カナダドルの罰金と1年の懲役を課せられるところであった。DNA 鑑定は、ブリティッシュコロンビア州のワイルドライフジェナティック・インターナショナルで行われ、鑑定の結果これは、北極マの母とハイローグマの父の雑種であると認められた。この考察は、 生物学的に可能であり、動物園では過去にも生まれていたが、野生で確認されたのは、これが初めてであった。議論の最中このクマはマーテルに変換された。クマ科の異なる主観での交雑の可否。上もしくは、左から順に A、メラノールカ、ジャイアントパンダ、H マラヤナス、マレグマ、M アーシネスナマケグマ、T、アーナーテスメガネグマ。 ユーアークトスヒグマ、ユーティベタヌスツキノワグマ、ユーアメリカーナス、アメリカグマ、ユーマリティムス北極グマ。北極グマの雑種のうちのいくつかは、クマ科の2種の雑種の総称として単に、クマ科の雑種と呼ばれる。北極グマとハイログマとの雑種は、今までもいくつか、撮影報告されていたが、その血統が DNA 鑑定により裏付けられたことはなかった。 2006年の発見によって雑種が注目されたことで、メディアは、ピズリー、グローラー、ポリズリーなどの混成語を提案したが、そのどれを使用するかの合意には至っていない。カナダ政府の野生生物保護局はこれを、イヌイット語の北極グマとハイ,イログマを合わせて、ナヌラーク・ナニュラックと呼ぶことを提案している。雑種の名前に、父方の種の名前を最初に持ってくるのは一つの。 監修であり、オスのホッキョクグマとメスのハイイログマの子をピズリーと呼ぶとすれば、オスのハイログマとメスのホッキョクグマの子はグローラーと呼ばれる。1864年のマクファーレンの標本は、収蔵庫に長い間保管された後、1918年になって、クリントン・ハート・メリアムによって新種であるという評価と、ともに、 ビチューラークトス・イノピナーテスという学名が正式に与えられていた。しかし、古代 DNA の解析によりこれが、ハイログマとホッキョクグマの雑種の意外であることが確かめられたならば、国際動物命名規約においては雑種に与えられた学名は無効となるので、この標本を模式標本とするビチューラークトス属、ビチューラークトス・イノピナーテス、または、 ウーサスイノーピナーテスはすべて無効名となる。ありがとうございます。